はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつもですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回ですね、ゴルゴラインを消すセルフケアということでやっていきたいと思います。はい、まあ、女性の方ならですね、ゴルゴラインっていうのは聞いたことあるかもしれないんですけども、僕たち男性はですね、ゴルゴ13というですね、漫画のですね、主人公の方の、ゴルゴ、デューク、サライエじゃなくてデューク東郷ですねサライエさんはこれですよね、これでしたね。デューク東郷っていう方がここにね、目のここにこう線がいってる、まあ、ゴルゴラインって言われるものなんですけども、これね、まあ、シワというか、まあ、あの脂肪とか筋肉の、まあ、老化であったりとか、脂肪のこう下がりとかですね、筋肉の低下とか、いろんなこの理由があるんですけど、僕はですね、3つあると思ってるんですよね。その3つをですね、解消していけるセルフケアをね、お届けできたらなと思っております。で、その3つっていうのはですね、水分不足で、あの筋肉の衰えで、脂肪の、まあ、いわば減少および、下がってくるってことですね。少なくなった分ですね、こう下がってくるように見えてくるんですね。で、それをですね、まあ、解消していくっていうためにやっていきたいと思います。はい。でですね、いつも僕が使っているこの生体ラズの炭酸スプレー、これも使っていきたいと思うんですけども、普通のですね、セルフケアは、自分の手であったりとか、まあ、手ですよね、器具もありますけども、それだけではなくてですね、もう外からですね、こういう栄養素っていうかですね、入れていくっていうことも僕は一つの手かなと思っております。っていうのはですね、やっぱりセルフケアっていうのはですね、限られた時間でやることによって効率っていうかですね、確実にセルフケアをよくしないといけないじゃないですか。結果を出さないといけないということでね。だから僕はこういう、ものを使っております。はい。で、この生体ラズの炭酸スプレーのポイントとしてはですね、こうかけることによって瞬間的に、皮膚からですね、炭酸が染み込んで毛細血管を拡張するということが、もうこれ代表的な、例なんですけど、さらにこれをスプレーはですね、ヒアロン酸、プラセンタ、ビタミン C、誘導体、プラセンタ言いましたね、プラセンタも取ります。ちょっとぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけども、でこんな感じですね、かけるだけでですね、もう今活性化してます。お肌は活性化してます。で、ここの状態を利用してですね、今からセルフケアをやっていきたいと思います。はい。まず一つ目なんですけども、まあ、この筋肉のね、低下、筋力量の低下であったり、少なくなったりとか、脂肪が少なくなったりとか下がったりとかね、することによってですね、このこう下がってくるわけです。下がってきてですね、ここにこう見えてくるんですよ。このリンパがあるんですね。これリンパの流れのリンパ管ですかね、リンパ節か、リンパ管があるんですけども、ちょっと全然覚えてないですね。で、ここにラインがあるんですよ、こういう感じで。それがですね、こう浮き彫りになってくるんですね。おそらく僕はそう思ってます。で、水分がなくなってきても、こう干からびてくる状態でですね、ここが浮き彫りになってくるんで、ビーッとですね、まあ、シワというかですね、こう出てくるもんじゃないかなと僕は考えてるんですよ。で、そうだったらですね、潤わせて、脂肪をしっかり上に上げていって、筋肉もしっかり活性化させたらいいんじゃないかなって僕の考え方なんですね。で、まず一つ目なんですけども、この頭のこの側頭筋という筋肉をですね、こう緩めてください。で、ここが硬いのはですね、この顔の筋肉にすごい影響してるんですね。この目の下がりとかも、顔の下がり、たるみもそうなんですけど、ここの筋肉がですね、硬くなってくると、この表情がですね、動かないんですよね。表情が動かなくなってきて、だんだんだん脂肪が下がったりとか、シワになったりとかですね、たるんでくるっていうことなんで、まずここをですね、20秒緩めていきましょう。ではいきますね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、OK です。まあ、この側頭筋という筋肉がすごい大きい筋肉なんで、これですね、まあ、くまなくくまなくこう、指のね、腹でグググググッとこう当ててください。よろしいでしょうか。これだけでもですね、リフトアップ効果もなってきますので、ぜひですね、やってみてください。はい。で、次、もう一つ目がですね、この頬のこうたるみですよね。頬のたるみが出てくるときに、こう下がってくるから、こう頬をちょっと上に上げて、正しい場所に持ってきてからの、ここのリンパの流れをくさる、親指と下につまみます。こういう感じで、ほうれい線の木はですね、ほうれい線ぐらいはほうれい線をめがけても問題ないです。ここら辺をですね、この小鼻の上ら辺をこういう感じで1、2、3、4、5、1、2、3、4、5って感じですね。こう引っ張りながら、目尻を引っ張りながら
1,2,3,4,5 って感じですね、やってください。でこの筋肉とですねリンパを軽く刺激することによって、この細胞の活性化もされるんで、この筋肉がね活性化したりとか、リンパの流れが良くなったりすることによってお肌の潤いも保たれます。なので水分不足の方もぜひですねこう軽く引っ張ってこうつまむだけね、はい、つまむだけでやってください。はい、よろしいでしょう。これをですね、1,2,3,4,5分割ぐらいをですね、10回やっていきます。ではいきますね。よーい、スタート。1,2,3,4,5 ですね。はい、まあ、10回ぐらいやったと思うんでこれでですね、数えるのもちょっと忘れてましたんでこれで、こっちのですねリンパおよび筋肉のマッサージですね、親指とそれでこうつまむような感じ 1,2,3,4,5 ですねやってください。はい、でですねこの次が3つ目です。はい、これが一番ポイントになってくると思います。これはですね、この脂肪が先ほど言いましたこう少なくなってきて下がってくるっていうお話をしたと思うんですけども、これですね、中指か人差し指両手でも構わないんですけども、こういう感じでグッと骨側というんですか、顔側にグッと押さえて上に上げる、脂肪を上に上げる感じ、こういう感じね。はい、でこれを押してください。これでグッと押して上に上げて、この20秒キープということでやっていきたいと思います。ではいきます。よーい、スタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。はい、 OK です。はい、 OK でしょうか。この3つをやってください。で僕はですねゴルゴラインの消す方法何本も何本も動画撮ってるんですけども、それと組み合わせたりとか、あこれ効果ありそうだなとか、あこれやりそうできそうだなとか簡単だなというので、ね、選んでいただいて、あなたのオリジナルのゴルゴラインを消すセルフケアを作ってみてください。はい、よろしいでしょうか。で僕今右の方やったんですけど、こう触るだけでもですね顔のこのこう腫れぼったさっていうのが解消されてます。はい、こっちの方がね顔がちっちゃくなったような感じがするんで、おそらくこれリンパの流れもね良くなってくるからゴルゴラインっていうのがね消えて僕もともとないんですけども、消えると思いますんで、このまま寝る前であったりとか朝にですね、朝か晩にどっちかで結構なんで1日1回やってみてください。はい、よろしいでしょうか。でですね次左側をですね復習としてですね左側をやっていきたいと思います。はい、では手をですね指の腹を使って側頭筋ブルブルブルとこう20秒ですねキープしていきます。20秒マッサージしていきますね。ではいきます。よーい、スタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。はい、 OK。 はい、よろしいでしょうか。はい、でこれでねくまなくくまなくここの側頭筋を緩めることによって顔のリフトアップ効果も出てきます。でこのリフトアップすることによってこのゴルゴラインがですね、薄くなる効果もありますので、ぜひこれ忘れずにやってください。はい、で次はですね何でしたっけ、あこうですね、はい、ここをつまむ、こう引っ張って目尻を引っ張ってつまむ、このほうれい線のあたりの頬の筋肉およびリンパを軽くつまむような感じ、1,2,3,4,5 ですね、10回これ 10ですね。はい、いきますね。よーい、スタート。1,2,3,4,5,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 1,2,3,4,5 って感じですね。はい、よろしいでしょうか。これで10回やってください。でこれやるだけでもですね顔がですねこう口が開きやすくなってきます。おそらくなんですけども、このゴロゴロにできる方はですね顔の表情もですねあんまり喋ったりとか、スマホを見たりとかすることでこの筋肉がこわばってる人が非常に多いんですよね。なので徹夜したりとか、夜更かしするとですねここに出てくる人いてるじゃないですか。こうなんか疲れてんのかなみたいなですね、それもおそらくその顔の表情筋のこわばりであったりとか顔の水分がうまくこう滞留しちゃってですね循環してない証拠なんですね。なのでそういう
こうやって自分でですね、やってあげることによって顔がすっきりしてきますので、ぜひやってみてください。で、最後ですね、人差し指か中指で、両方でも結構なんで、脂肪を、この頬のここの、頬の出っ張りあるじゃないですか。で、ここの骨の下の脂肪をですね、上に上げる、押さえて上に上げる感じ。これで20秒キープ。では、いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK です。よろしいでしょうか。これをですね、1日朝か晩にやるだけでですね、ゴルゴラインが消えてきます。薄くなってきて消えていきます。ぜひ試してみてください。でですね、この動画が良かったなと思ったらいいねのボタンをぜひよろしくお願いしたいと思います。また概要欄にもですね、この他のゴルゴラインの、セルフケアもつけておきますんで、よかったらそちらの方も見てみてください。で、最後ですね、僕がですね、今、10月に、炭酸生体スプレーのプレゼントキャンペーンをやろうとしてますんで、よかったら LINE アットの方に登録していただいてですね、また、そちらの方でもですね、動画配信して、みんなでですね、キャンペーン大会をやっていきたいと思いますんで、ぜひそちらの方を登録しておいてください。はい、ではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。